男性も女性もお腹が気になる人はとても多いと思います。四つん這いから腰を丸めて腰を反らすっていうキャットバックというメニューがあります。効果的なメニューではあるんですけども、これ実は腰が硬い人は腰が伸びにくいんです。なぜかというと、キャットバックする人のほとんどが骨盤が前傾してお腹が気になる。腰が硬いと思ってる人がやるメニューなんですが、腰が硬い人は腰が丸くならないんですね。骨盤が立てれないんです。今回のメニューがキャットインというメニューになります。このメニューはとっても簡単なのにしっかり腰が伸びて腹筋を使うことができる。内臓が下がってお腹が出ている人や骨盤が前傾している人、お酒飲む人に多いお腹の出方の人にはぴったりなメニューになります。一番最後に血流と代謝を上げるわかめスクワットを加えてますので、全部頑張ることによってお腹がへこむための体の準備ができます。一緒に頑張っていきましょう。まず腰を伸ばしていきます。スマホは顔の前に置いて足を閉じます。このままゆっくりお尻を後ろに下げて腰を丸めます。また戻ります。これでまずゆっくり腰を動かしていきましょう。腰痛改善にも効果的です。いきましょう。スタート。できればお腹をしっかり引っ込めて動かすと腰がしっかり伸びます。できれば四つん這いの時も腰丸めたまんま、腰丸めたままでさらに後ろに伸ばしていく。はい、OK です。次は仰向けで寝ましょう。片足ずつ膝を抱えて腰を伸ばしていきます。スタート。できれば上体を起こした方がいいです。首が疲れる人は寝たままでもいいですけど、体を起こした方が伸びます。腰が硬い人はお腹の出た姿勢になりやすいのでしっかり動かしていきましょう。はい、OK。それではキャットインを行っていきます。腰だけ丸めるって結構難しくて、今回は四つん這いの状態から膝を交互にグッと抱えていきます。膝を抱えるだけで自然と腰が丸くなるので、腰のストレッチと足を抱えるための腹筋が使われます。これをいきましょう。スタート。1分少し長いかもしれませんがマイペースでいいです。筋肉を伸ばす際は時間が長い方がしっかり伸びます。筋肉が硬い人ほどストレッチに時間をかけた方がいいです。なぜかというと筋肉というのは伸ばされるときにこれ以上伸ばされないようにロックがかかってしまいます。そのロックを解くために30秒以上のストレッチが効果的です。伸ばされる際の痛みがね、少し鈍くなってくるので筋肉がよく伸びるようになります。はい、OK です。今度は片足を前に出して、体を下に体重をして、腰を伸ばしていきましょう。スタート。これはね、止まっとくだけでいいです。片方ずつ腰伸ばしましょう。30秒後に反対足にします。しっかり体重を下に乗せたらね、腰を伸びますんで。それでは反対足にしましょう。足を変えます。今度は反対の腰を伸ばしていきます。片方痛いけど反対は痛くないよっていう人は筋肉のバランスがね、少し悪い感じなので両方同じ動きをしましょう。私は右側だけが痛い。あー、体が歪んでますね。私もよし OK。 今度はまた反対足です。このまま体を前後ろっていう風に動かしていきましょう。スタート。これも30秒経ったら足を入れ替えます。もし太ももが胸当たって邪魔だよっていう人は足を少しね外側にずらしてもいいです。脇の下の方でもいいです。でもできるだけ体の下にボールが来るように。これでね骨盤の歪みが大体整います。反対足。喋りすぎた。足変えてなかったです。こういう感じで、これがねすごい効果的。腸腰筋も前もももお尻も全部伸びる。はい OK。 それではわかめスクワットに入ります。下半身が弱いとどうしても痩せにくいんです。必ず下半身もね鍛えるようにしましょう。立った状態で足肩幅、このまましゃがんだら体を前に持っていって立ちます。前回しに体を動かします。これを30秒。残りの30秒は反対。前にしゃがんだらお尻を出して立ち上がります。いきましょう。スタート。後ろにしゃがんだら前に上がる。これは筋肉全体を使っているので疲れにくいのに効果的です。お尻出したら前に持っていく。膝が痛いよっていう人はあんまり膝出さなくてもいいです。痛くない人はしっかり動いて。はい、反対回しいきましょう。前に曲げたらお尻を出して上がる。どうですか皆さん、1分スクワット続けるって結構すごいですからね。これならできますよね。うわうわうわ、効く。 OK。 はい、ラストは膝の上に手を置いて屈伸する感じで、ここから膝を伸ばす、曲げる、こういう感じで動いていきましょう。いきます。スタート。これでラスト。これは足の上に手をついているんで負荷が半分ぐらいになってストレッチしながら鍛えてます。血流しっかり上がっていけばね、いろんなね体の不調の改善ができてきますんで、残り20秒でね膝を伸ばしましょう。体を起こします。はい OK。 今度はここからね腰だけを体を上に引っ張りながら、最後腹筋と腰を動かしましょう。はい OK。 お疲れ様でした。見ながらね週3回1セットを目安に続けてみてください。ご視聴ありがとうございました。